ほら皆さんこんにちは、エスパルス広報部の高木純平です。今日はエスパルスにとても関わりの深いブラジルをテーマにしたブラジルデー、ということで、今日配布する T シャツにはこちらタモジュントという言葉が描かれています。意味は私たちは仲間だよ、 OK みたいな意味が入っているそうです。タモジュント、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 タモジュント。今日はお出迎えの時にみんなタモジュントでお出迎えしてます。タモジュント、タモジュント。今日の試合、来場先着5000名様にこの僕が今着ている T シャツ、ブラジル T シャツをプレゼントしています。エスパルスはチーム創設以来、多くのブラジル人が在籍し、チームを牽引してくれました。今季は現在、5人の選手が在籍しています。このブラジルデーの企画、ブラジル人選手たちもさまざまなアイデアを出してくれたんです。ディアドブラジルね、ディアドブラジル、これを2つテーマ決めていきます。1つ目はコイサブラジレーラ、ブラジルらしいもの、そのアイデアを皆さん聞いてきますので言ってください。はい、で2つ目、シーニャこれ分かんない、じゃあ、まあ、合言葉、日本語で言うと合言葉なんですけど、これを、今日皆さんと一緒に決めていきたいと思います。じゃあこれコースはブラジレイラ、シュハスコ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 、サンバ、サンバ、いいね、サンバね、サンバサンバ、はい、ムスカ、音楽、音楽、音楽ですね。いいですね。どんどん出てきてるよ。はい、バッ、海、海や。エソン、エソン。ウニファロサンバ、まあ、pode ser outros sambas。Eu vou falar carnaval。カニバル。カニバル。カニバルね、サンバ。カニバル。好きだね。じゃあ次、この合言葉、お客さんと選手たちみんなと一体感を出す言葉、そういうイメージ。Para tipo transformar, fazer uma união entre os torcedores, o clube, todo mundo. Muito bom, bom でもいいし。Tamo junto, amigo. Tamo junto, amigo. Tamo junto, amigo. そうそう。なげえな。É muito grande. Tamo junto, só. Tamo junto, tudo bem.O pessoal usa muito no Brasil isso aí. Mas aí tá com a cama, né? これはなんか友達、amigo は友達ですよね。Amigo は友達。タモジュント amigo ってなるともっと親密な方ですね。ああ、なるほどなるほど。タモジュント amigo! タモジュント、タモジュント、タモジュント。これいいっすね。これどうですか？ベビア。ちゃんとしたポルトガル語だと、エスタモジュントス。エスタモジュントス。タモジュント、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 また、事前の PR 活動にも参加してくれました。ブラジル人がほとんど毎日喋るものはどれですか？ご飯食べてる人、トウモロコシと持てる人、魚と持てる人、ヘルシーニョ、アホイズね、先生がご飯です。ヘルシーニョ、この人はありがとう。はい、皆さん一緒にオブリガート。AC の選手にブラジルの言葉などいろいろな貴重な体験をさせてもらってよかったと思います。僕も1回でもいいからブラジルに行
ってみたいです。いやー、こうやってピッチ以外でも活動していただいて本当嬉しいですよね。うまい、うん、もう一本。これはブラジルを代表する料理、シュハスコといって、じっくり焼き上げたお肉に岩をかけた本当にシンプルな料理なんですけども、これを食べると本当にブラジルの香りがします。この日オレンジパーク内に設けられた特設ステージでは、サンバのカーニバルをはじめ、ブラジルの伝統的な格闘技カポエイラの演技と体験会が開かれ、多くの来場者でにぎわいました。またブラジルの歴史や文化を紹介したブースも設けられていました。さらにオフィシャルストアではブラジルデーの限定グッズ、特にブラジルの人気アニメモニカ&フレンズとコラボした商品が人気を集めていました。皆さんブラジルでいかがでしたでしょうか。今後もホームゲーム時には皆さんに喜んでいただけるようなさまざまな企画を考えております。ホームゲームはぜひ IAI スタジアムへ遊びに来てください。お待ちしております。